第1番目の音声面ですが、具体的には3つの点が重要です。3つ。まず第1点、英語の発音は伸ばして引く、ね、第2番、超音と中間音を使う、ね、超音、あ、い、う、え、おとこう、ね、はっきり言ってはいない、中間音ですね。で超音というのは伸ばしてで、ね、関連します。それから最後に頭と裏のリズム、頭ですね、このリズムを体得するということで、日本語はほとんどが頭なんですけども、裏のリズムがないと。このリズムを体得していただきましょう。はい、まず1番目です。では、生産に読んでいただきましょう、ね、まず1文目、私は非常に驚いたと。ジョー、読んでください。 I am very surprised。 ここでですね、伸ばしていく、ね、いきますね。まず大体あの、おうとか驚きの言葉が入りますね。ね、very 伸ばします。Oh, I'm very surprised. Surprised. 引くを入れてください。Surprised. Very surprised. 練習してみましょう。I am very surprised. そうでしょう。辞書では伸ばしてないんですよ。英語の辞書でね。Surprise. 辞書通りに読むとサプライズになってしまう。これをね、実際の英語では伸ばして引きがある。これを学校で教えない。Very surprise. This is very big. Good.、ね、good. と good. Good じゃないでしょ。Good.、ね、それでは3つ目の例やりましょう。ちょっと読んでください。日本というのを、もう私はね、英語の発音ではね、この日本というのを読んでもらったらもうそれだけで分かると思ってます。はい、どうぞ。ほとんどの人は Japan。 ほとんどの人は、それがね、まず最初は、ね、曖昧ボインですね。曖昧ボインです。曖昧というのは発音の強制のないところ、曖昧なんですね。で、これ J の発音難しいんです。J というのはね、あのね、歯の上歯の後ろにね、舌をつけてやりますから J なんです。J とね、J と言うんですね。できますか ？Japan と弾きます。Japan と弾きます。Japan and America と弾きます。Japan どうぞ。Japan。あ、うまいじゃないですか。なんか別人の例が変わってません。その雰囲気です。それがいい感じ。ですからあのね、クエスチョンと。で、クエスチョンぬと伸びきってはいけない。ナンバーワンぬと。ナンバーワンぬとですね。いきます。それから次に、ジョンは本を持っています。これらがね、中間の例です。はい、いきますね。はい、どうぞ言いましょう。ジョン has a book。お、なんか雰囲気は出てかっこいいんですけども、ね、中間をやっていただきたいんですけども、ハズ、あの日本語というのは全部アーになってしまいますが、母音重ですね。これ発音が悪いとリスニングが非常に悪くなってくるんですけども、エプルでしょ。動物、アニマルという人は、例えばエネモ、聞き取りにくいと。エプル、聞き取りにくいですね。ね、ですから、アーとエの中間がありますね。それからジョンはオーとアーの中間です。で、ブックというのはオーの口あって、うやりますから、ブックなりますね。これにイントネーションつけます。イントネーションわかりますか？キーワードにストレスつけます。キーワードというのはこの中でジョンとブックですね。二つ。これに上げながらいくと、ジョン has a book という感じで、ブックと引きがあります。ちょっと練習してみましょう。ジョン has a book。ちょっと上手すぎますね。で、後ろの方もですね。This is aThis is a pen. This が This じゃなくて Is じゃなくて A がちょっと3割になりますね。入ってます。This is a pen. はい、いきましょう。はい。This is a pen. This is a pen. こんな感じで。Pen. Pen. 引きがあります。引きがね。Night みたいに。Night ね。ね。それから次のやつですね。これもあの英語というのは一泊です。ポンと言ったらもう終わってます。一息英語ですね。一息。これで用語が非常にリスニングが 悪くなりますが、いきますと、I don't understand、ね。stand だけが聞こえますね。その前の I don't は聞こえない。これ無理に I don't understand となると、レクチャーか、スピーチか、あるいは怒りを表すときに I don't understand となりますが、一般的には会話だったら I don't understand, what you mean? I don't understand。というふうに stand しか聞こえないということですね。で次のやつ読みます。これ意味わかりますか？私は彼女に染まったと言いますね。 take on というのは駆動詞なんですけど、難しいでしょ。染まるというのは難しい。
ね、社風に染まるだった、ね、on the company style とか、悪に染まるだった the bad way というんですけども、この take on her style、これちょっと読んでいただきましょう。最後のやつ。I've taken on her style。で、リエゾンをやりますと、take on の後は、リエゾンしよう。an apple と覚えませんでしたか、学校で。an apple、an apple じゃなくてね、take on のですね。で、h の h、これ消えます。ね、で、言いますと、読みますよ。take on the style。聞こえるのは、take style だけです。頭ですね。take on the style。言いますか？take on the style。頭のリズムなんです。で、I've とか on her は裏なんで聞こえないんですよ。いいですか？ take style。だから大げさに言えば take style。これだけ聞こえますね。ここで非常にリスニングが悪くなります。ちょっと読んでください。take on the style。I've が裏なんですよ。take on the style。わかりますか？ I've は聞こえないんですよ。ね、ここで非常に主語は聞こえない。take on the style。ね。take on the style。このリズムを練習してほしいんですよ。take on the style。take on the style。take on the style。で、このラップのリズムでこう言えるようにしましょう。こうすると、このもうリスニングが良くなると、ヒアリングが良くなると、向こうから英語が入ってくるんですよ。で、こっちが集中して、日本人の場合、こっちが集中して、それでも分からない。向こうからどんどん入ってくると。いいですか？ take on the style。ね、洋画で何分ボソボソと喋っても相手が聞き取れるということでね、これ非常に重要なファクターです。もう一度やりましょう。はい。Take on the style。よくなってきますね。Take on the style。Take on the style。Take on the style。こんな感じでどんどんいく練習しましょう。あとでこの、実際のリスニング問題ね、ヒアリング問題を通じてもう少し練習したいと思います。